合計チーム小城32点チームいちご31点よってチーム小城の勝ち。大勝利。負けた。そんなってことは小城なんだよ。覚悟はいいわね、マコトくん。には負けたけど、3位決定戦で勝てばグランプリの本戦に出られるんだもん。今まで以上に練習するきゃない。それに今度のチームイチゴには、コシノ、おう、本当にチームコシロに行っちゃうんだ。負けたらあっちに入るって約束したんだ。入ったからにはきっちりやらせてもらうぜ。コシノ、マコトくん、みっけん、今日からチームコシロの一員ね。いや、もう夢みたい。カシノがコシロさんを拒まないなんて。車を待たせてるの。早く行きましょう。頑張れよ、天野。行っちゃったね。ダーリン、早く。今度のチームイチゴにカシノはいない。五条帝国の悪夢。アーモンドの匂い。鮎川さん、マジパン細工の練習早いね。何時に来たの？5時。早起き。あれ、小城さんもう迎えに来てたけど。え、本当に？私雇ってあげるから早く行って。え、じゃあお願い。あの子、イチゴのデザイン盗んだ子じゃない。なんで手伝うの？グランプリで作るケーキ。土台はザハトルで、これにいろんな愛をデコレーションしようと思って。鮎川さん、どうしてこんなこと。ケーキのデザインを探るために私に近づいたの？何のこと？だってあれ、私のデザイン。言いがかりはやめて。証拠でもあるの？証拠は何もないんだもん。そんなもんなくったって盗んだに決まってるわよ。お人よしね。これかけたら間に合うかも。あとお願いね。はあ、もうイチゴったら。お嬢様、遅れてすみません。陽子、言い忘れてたけど、
誠くんが入ったからあなた今日から補欠ね。だから得意の情報集めに専念してちょうだい。次のテーマが何なのか早く知りたいわ。はい、お嬢様。あの、これさっき作ってたマジパン。いい気味だと思ってるんでしょ。汚い真似までしてチーム小四郎を勝たせたのに、その私が補欠だなんて同情なんかしないでよ。別に私これくらいのことで絶対諦めたりしないから。鮎川さん、いるとうるさいけどいないと変な感じ。小四郎さんのチームでちゃんとやっていけるのかな。誠くんが入ったからあなた今日から補欠ね。ねえ、歌詞の取られちゃったのに3人だけで3位決定戦に出るの？そうですよ。誰か代わりの人入れるんですか？代わりの人？歌詞の代わりに誰か入れるの？代わりは入れないよ。あいつそのうち戻ってくるから。本当に？小四郎さん、歌詞のこと絶対手放さないし。頑張れよ天野。歌詞のも覚悟していったみたいだもん。もう戻ってこないような気がする。それでさっきから元気ないんだ。いちごちゃん、カシノのことそんなに心配？わ、何言ってんの。そんなんじゃなくて私はからかいがいがあるな。かわいいね、いちごちゃんは。からかったの？もう、あやな。カシノが本当に戻ってくるなら鮎川さんも正式にメンバーに戻れるんだよね。学園のよりすごいんじゃないか、ここの設備。さすがシャドウ製菓の社長の家ですわ。どう誠くん、うちの最先端の設備、誠くんの好きに使っていいのよ。言っとくけど、俺が入ったからには人のデザイン盗んだりプロ雇ったりなんて汚い真似は許さないですから。先輩やる気あるんですか？決勝トーナメントのテーマ分かったの？はい、さっき理事長が先生方に発表を。テーマはジパングです。ジパング？間違いないの？はい、最終決定だと。ご苦労様。ジパングといえばマルコポーロの東方見聞録。彼はその中で日本を黄金の国ジパングと紹介しているんですよね。黄金の国。それじゃあ今度のスイーツは思いっきりゴージャスに黄金の都でも作りましょう。安易な発想だな。それにマルコポーロは日本に来たという事実はないですから、金ピカスイーツは的外れですよ。まあ誠くんって何でも知ってるのね。常識ですよそんなの。今回は歴史的事実よりジパングという言葉のイメージをどうスイーツに生かすか、それが大切なのかと。あゆかは、こいつ結構まともなこと言うじゃん。イメージ、そうよ、豊かな想像力とそれをスイーツに反映させる力量。誠くん、それを持っているのはあなたよ。は？俺一人でやれってか。私たちも一生懸命やらせていただきます。チーム小四郎の一員ですから。じゃあ、位置を考えてきて。はい、はい、みんなお嬢の言いなりかよ。これじゃまるで、お嬢帝国だ。ダーリー、また明日ね。今日は頑張ったね。ね、あれはカシノとショコラです。カシノ、お疲れ。どうだった？なんとか生きてる。安藤、和菓子について教えてほしいんだけど。和菓子？いいけど。じゃあまた明日ね、いちごちゃん。またねえ、どうだったのよカシノ、大丈夫だった？それがカシノったらお嬢に無抵抗で、マジあのチームで頑張るつもりのようですわ。それじゃあマジ戻ってこないかもです。
カシノが戻ってこない。このままでチームイチゴは大丈夫なの？それに鮎川さんだって。こんなことでくじけてたまるもんですか。私は絶対諦めない。それでカシノ、安藤君に和菓子のことを教わってたんだ。うん。でもそれってやる気満々ってことでしょ。これでもまだ戻ってくるって思ってるの？カシノは中途半端なことが嫌いだからね。ま、焦らず待ってようよ。これが焦らずにいられますか？一番待機時間！いや、見事にバラバラです。みんな頑張って。一番上手にできた人のアイディアを採用するから。でも一番は誠君に決まってるけど。人の邪魔してないで自分も何かアイディア出したらどうなんですか。まあ、私はリーダーよ。みんなのアイディアを誠君と一緒に形にしていくのがリーダーやくね。なんで俺が一緒なんですか。だってそれがラブだもの。マコト君はラブを知らなさすぎるのよ。だからこの前だってミオに負けたのよ。カシノ、痛いところを疲れましたわね。ダーリー、期待してるわ。このカブト割り、もう一つカブトは。ダーリーってばん。の分まで作っちゃった。できた。いい感じですわ。茶道などで使われている落雁をヒントにして作った和風クッキーでございます。うーん、色は綺麗ね。誠君食べてみて。クッキーに何入れた？パサパサしてるけど。きな粉入れすぎたかな。ああ、匂いも食感も最悪だ。ってことで次、塩谷。はい。何これ、くず粉だろ、硬すぎるし。スポンジやクリームと全然馴染んでない。ダメか。次、陽子。ワッフル？なんか地味ね。甘っ。そもそもワッフルが甘いのに中のチョコレートクリームまで甘すぎ。やっぱり。分かってるなら工夫しろよ。カカオマス使うとかさ。カカオマス。でもワッフルの食感はいいな。どら焼きの生地応用したんだろうけど、他に何か入れたのか。タピオカ粉。よく思いついたわね。ありがとうございます。でも失格。はい。やっぱり一番はダーリンのこれね。見て、素敵でしょ。何でできてると思います？ あら、外側はお餅？牛皮です。和菓子のもちもちしたところに使ってあるやつです。しっとりとした抹茶のスポンジとすごくマッチしている。挟んである小豆入りクリームも最高です。おいしい。さすがだわ。決定ね。誠くんのこのケーキをベースに私がゴージャスなデザインを考えてあげる。そうすれば完璧よ。はい、お嬢様、完璧です。やれやれ、お嬢帝国第一ステージクリアかな。やりましたわね、カシノ。ああ、3位決定戦のテーマ早く決まるといいのにな。そうだよね、トーナメント決勝のテーマは決まったのに。鮎川さん。
アーマノ。え、あ、カシノ、鮎川さん。ああ、あいつ単なるお嬢のスパイかと思ってたけど、どういうやつなんだ。私もよくわからないけど、でも補欠になっても調理室でいろいろ練習しているみたいだよ。今日もまた夜中に調理室に行くと思うわ。そうだね、今度はこっちがスパイですわ。カカオマス入れすぎたら苦くなるから。チョコカスタードクリームを作っているわ。カシノが言った通りカカオマス入れてますわよ。ほら、あ、おいしい。カスタードに入ったチョコとカカオマスのバランスが絶妙。確かに、あの一言でここまでいい味が出せるとは。こんなにおいしいスイーツ作れるのに、カシノのスイーツで決勝に出るなら正式メンバーにはなれないよね。まだ何かが足りない。カシノ、あの子持ってきてますわ。ワッフル上手にできたか。え、あ、何するの。ここは邪魔、こんなのもいらない、センスない、気持ち悪い。まっかじ、うぅ。お嬢様、お気を確かに。大丈夫よ。ダーリンたら、わがままね。でもそこが可愛い。あなたの好きにしていいわ。何でも言って。小四郎先輩、俺にリーダー譲ってください。はい。カシノ、お嬢様になんてことを。失礼だろう。俺だってせっかくチームイチゴから抜けたんだ。この際自分のチームが欲しい。マコト君、佐藤、塩谷、鮎川、デザインが書くから手伝ってくれ。ダメよ、私に許可なく勝手なことしないで。なんで名乗ったのに。だって自分で言ったでしょ、俺の好きにしていいって。それはそうだけど、じゃあ私は何をすればいいのかしら。先輩はほうけつ。ああ、補欠。小四郎先輩はおとなしくそこに座ってこれでも食っててください。まこのご、何これ、おいしい。チョコクリームはさっぱりしているのにコクがあるし、外はパリッとしているのに中はもちもち。ヨーコ、これあなたが作ったの。はい、一晩でよくここまでの味に仕上げたわね。ありがとうございます。マコト君、私愛するあなたと一緒なら最高のスイーツが作れると思ってた。でもそれは間違いだったみたい。残念だけどあなたはクビよ。いくら愛する誠くんの望みでもチームだけは渡せない。なぜって、私がいてこそチームコシロなんですから。お嬢帝国万歳ってか。じゃ俺はお役御免だな。仕切り直しよ。はい。ヨーコ、
今度はあなたのアイディアで勝負するわ。早速デザインを考えましょう。はい。脱出成功ですわ。カシノ君、私、なんて言えば。ありがとう。勘違いするな。俺はお嬢から解放されたかっただけだ。ま、頑張れよ。カシノ、おかえり。カシノ、3位決定戦、みんなで頑張ろうね。おう。グランプリ本戦で待ってるから。小四郎さん、あ、先輩、もう俺のことは諦めたはずじゃ。チームメイトになるのは諦めたけど、ラブラブパートナーならオッケーよ。今度負けたら言い名付けよ。バニラランラン、ショコラランラン、おいしいわ、嬉しいメルル、お次はカフェ、最強で最高のチームメイ、朝が来る、夢が始まる、眠い目をこすったらエントリー、甘いイチゴ一円、あなたが握手だけど、まあいいか。ミラクルール、マジカルール、究極のレシピよ。甘酸っぱいトレーニング、楽しんだ方が勝ちよ。バニラランラン、ショコラランラン、本気の本気なら、キャラメルンルン、お次はカフェ、夢は叶うパーティーシエル。夢色パティシエールはコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。まだまだ続くよ。夢色マジカルエッセンス、カカオマス。カカオマスとはチョコレートやココアパウダーの原料として利用される砂糖を含まないチョコレートのこと。ビターチョコレートとも言うよ。チョコレートの主原料になるカカオ豆は西アフリカや中南米などで栽培されるカカオの木にできる果実の中に詰まった茶色い種のこと。このカカオ豆をローストして外皮などを除去し、実だけをすりつぶしてペースト状にしたのがカカオマス。黒褐色のカカオマスには独特の苦味があるよ。このカカオマスをチョコレート菓子に加えるとチョコレートの色や味が濃くなって、カカオ本来のフレーバーが楽しめるよ。カカオマスがあるからいろいろなチョコレートのお菓子ができるんだね。爆大！まだしてませんわ。でもテストを受けに水蔵国に帰ったら合格するまで帰れないって。そんなの嫌です。きっとキャラメル合格するのに100年かかっちゃうです。反動ヨボヨボのおじいちゃんになっちゃうです。とにかくやるっきゃないわ。スピリッツファイト。あーです。次回サプライズスイーツ、スピリッツの夢色